和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。今回は旧和歌山県議会議事堂であります、もともとは和歌山城の東側、和歌山市一番町に明治31年1898年に建設されたものだと言います。木造2階建て造りの一部平屋、瓦葺き屋根、間口が31メートル、奥行き47メートル、建築面積は1239平方メートルの大規模な建造物であると言います。当時和歌山市内有数の建築物と評価されたと言います。正面より本館、議場、控え室の各部に分かれ、本館には接見室、議長室、議員休息室などが設けられると言います。議場は正面に床の間が構えられ、上部には彫刻飾りを施した唐破風というものがつくと言います。議場を土間廊下で取り巻く、2階には傍聴席が設けられています。控え室には高等館、控え所や参事官員室、県庁職員控え所などがあります。議場は公会堂としても使われ、明治44年にはあの夏目漱石が現代日本の開化と題して講演をしたこともあるというから驚きであります。当時の庁舎は和歌山城西側の西右和町にあり、洋風衣装の木造建築であったといいます。昭和13年1938年に現在の県庁が完成すると、同16年に市内御園町、同37年には岩出市の根室寺に移築されたものであります。和歌山県会は明治12年1879年5月5日第1回通常会を開催したといいます。初代議長は浜口義平、浜口五郎であります。津波から村人を救った物語、稲村の日のモデルとして知られる方が初代議長を務めていたというから、和歌山恐るべしであります。それではごゆっくりお楽しみください。本日は昔の和歌山県の県会議事堂でありますということで、根室の里、根室歴史の丘、そしてこちら入管根室の丘ということで、本日は旧和歌山県県議会議事堂であります、重要文化財でありますということで、本日は県議会議事堂に来てみました。初めて見る県議会議事堂とはどんなものでありましょうか。
すごい。ということで、本日は県議会議事堂に来たのであります。おお、ということで、和歌山県の素晴らしいのであります。こんなの撮ったな。接点室ということで、時忘れの旅、いろんな色ありがありだ。ここは日本田辺市、世界的観光地ということで、なるほど、八田ガラスであります。八田ガラスに導かれて田辺市、このような観光ポスターを作ってしまったのでありましょうか。白浜、これはまともなポスターであります。聖地、神宮、祈りの道、そして世界遺産登録15周年、紀伊山地の霊場と参詣道、高野山、熊野であります。なるほど。ということで、恋する暮らし岡山、こんなポスターまで作ってしまったのであります。和歌山、世界中を旅した、行き着いた先が和歌山だった。恋する暮らし和歌山であります。移住体験ドキュメンタリームービー公開中ということで、なるほど、歴史をつなぐ未来へということで、本日は旧和歌山県議会議事堂であります。和歌山県旧県議会議事堂ということで、大変立派な建物であります。さすが政治の中枢、和歌山県の要、県議会議事堂であります。立派な建物であります。こういう建物の方がより趣があるのであります。よいしょ。ということで、本日は根室牧師の丘道の駅に来たのであります。本日は道の駅根室の根室の歴史の丘、根室歴史の丘であります。道の駅であります。よし、はい。あれやって有名なやつや、お父さん評判のおはぎやらしいで、よしよ、ということで、県議会議事堂も開いちゃった。それは日曜面の今日は閉まってて、そのやつも前にコロナやってやってる、こっちあかんで、ちょっと行ってこう。
ら、これ何よ、神社？二つで。もう、あんこばっかりの方がええか。もう、あんぎ二つ。うん。ここで。1個ずつ。あんときなこ1個ずつの1つ。今ペアでね、あんときなこ入ったやつあるんで、これはセット。ペア2つ。看板のこの、めちゃくちゃ流行っております。手作りおはぎの店。この手作りおはぎで有名な。お客さんが来ております。行列のできる店、おはぎが有名な。おはぎね、すぐあるって言うからね。これこれで4つ、これあほらもうこれ150円かなんか、持ってて普通に。いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。